超白部への再進行には必須。王翦が偵察部隊に求める4つの情報を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、王翦が偵察部隊に求める4つの情報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。どうにか学将軍の追撃を振り切り、信徒の国境近くにまでたどり着いた飛信隊。そんな彼らの前に、威力偵察を行う総王軍が姿を現しましたが、一体王翦は、総王軍を動かすことで、どんな情報を得ようとしているのでしょうか。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 偵察部隊派遣の意図。ではまず、王翦軍の近況について軽く整理しておきましょう。王翦軍は厚夜城を攻略した後、攻城戦で傷ついた兵が回復するまで、城内に留まることを選択しました。その後、李牧による情報封鎖によって、趙北部の情報が厚夜に入ってこなくなると、王翦は早々に桓騎軍との合流を中断し、厚夜で趙北部の地図を眺め、李牧が趙北部に張り巡らせた防衛戦略を分析しようとしていましたよね。そして、ある程度見通しが立ったのか、王翦は出撃したがっていた蘇王を動かし、彼に国境付近を封鎖していた敵軍を攻撃させ、威力偵察を行っていますが、情報封鎖後、一向に動かなかった王翦が今になって偵察を開始したのは、一体何が目的なのでしょうか？ここからは、王翦が手に入れたがっているであろう4つの情報について、それぞれの入手方法と目的を挙げながら、一つずつ考察していきますね。2. 情報1. 敵兵の連動。まず、総王軍が調べている情報の一つに、包囲網を構成する徴兵の連動が挙げられます。戦の勝敗を予測する際、兵の数のみならず、個々の兵の連動も重要な指標になりますが、義安戦を除けば、秦軍は趙北部の軍とはほとんど戦闘経験がありませんので、現地の徴兵の連動や性格、得意とする戦法など、敵に関するあらゆる情報が不足しています。そこで王翦は、厚夜から北上して趙北部軍との本格的な戦いが始まる前に、敵の強さを調べているのだと考えられます。もちろん、趙将がいない軍を攻撃するだけでは王翦が得られる情報にも限りがありますが、義安戦で桓騎が李牧相手に行ったように、総王軍の攻撃を受けた趙軍が、どれだけ的確な対処をするのかを、総王に観察させておけば、趙北部軍の兵の連動くらいは把握できますからね。あの有名な孫子の兵法書にも、敵を知り己を知れば百戦危うからず、と記されている通り、敵の情報を調べられるだけ調べてから戦うというのが、戦における勝利の鉄則ですから、上昇腐敗を求める王翦であれば、未知の敵と戦う前に細かい情報収集を行っていたとしても、不思議はありませんよね。3. 情報2、兵数と戦力配置。次に、偵察で得られる2つ目の情報として、包囲網の兵数と戦力配置が挙げられます。総王は威力偵察の際、今回は包囲網の強度を測るだけ、だと司令に伝えていましたが、この強度を成立させる要素の一つに、陣形の厚さがあり、厚さから逆算することで、陣形を構成する兵の大まかな数が見えてきます。現地にどれだけの数の徴兵がいるかは、王翦軍が本格的に突破を目指す際に必要な兵力の重要な指標になりますから、王翦としては、厚夜を動く前に、是が非でも欲しい情報だと言えるでしょうね。また、我々読者はいわゆる神の視点で物語を読んでいるため、趙軍の戦力配置を把握できていますが、王翦や新城総部は、李牧の情報封鎖のせいで、趙軍がどこにどれほどいるのかを知りません。秦軍からすれば、義安戦序盤に、大元に集めていた20万の援軍が壊滅したことで、呂蒙に大軍がいるという可能性を捨てきれませんし、さらに、その軍の一部が包囲網の構築に回されている恐れがあるとなれば、包囲網の実態がわかるまで、おいそれと攻めるわけにはいきませんよね。しかし、その総軍の偵察によって、包囲網を敷いている敵の数が明らかになれば、少なくとも、厚夜から趙北部の入り口までは進行が可能だと判明し、王翦が盤面を行って進められる、というわけです。4. 情報3、趙軍の防衛体制。他に偵察で得られるであろう情報として、趙北部の防衛体制があります。
今回、総王軍が趙軍の包囲網を攻撃し、陣形にほころびを生じさせたわけですが、もしも趙軍に確たる防衛構想が存在するのであれば、趙の増援部隊が近隣の拠点から駆けつけて、包囲網の穴を塞ごうとするでしょう。この時、敵の増援が現れるまでにかかった時間を測っておけば、敵の援軍がどれくらい離れた場所から出撃したのかを、大まかに計算できますよね。そして実情で、包囲網の一帯を起点として、先ほど割り出した距離の同心円状を探れば、敵の増援がどの拠点から現れたのか、ある程度予測することができますし、さらに敵の援軍がどこから来たかが判明すれば、有事の際、趙北部の趙軍がどのような動きを取るのかも見えてきます。この情報は、秦軍が趙北部へ再度進攻する際、どの順番で敵拠点を攻略していくのかを決める、非常に重要な指標となりますから、王翦としては、是が非でも手に入れておきたい情報なのではないでしょうか。5. 情報4、突破の所要時間。そして、4つ目の重要な情報として、包囲突破の想定所要時間が挙げられます。ここまでにお伝えした、総王軍が偵察で得ようとしている3つの情報を組み合わせると、王翦軍が本格的に進攻を再開した際、どの程度の時間があれば包囲を完全に突破できるかを、高い精度で推測できるようになります。そして、王翦軍がどれくらいの時間で包囲を突破できるのかに目星がつけば、新上層部が、大元に集結させた軍をいつどこで動かすべきか、決めやすくなりますよね。義安戦を振り返ると、秦軍の敗因の一つに、漢騎軍と秦北東軍の合流が失敗した、という点が大きかったのは言うまでもありませんから、秦軍上層部は、今度こそ大元に集めた援軍を無事に王翦軍へ届けて、万全の状態で王翦に義安を攻略させようと考えることでしょう。しかし、彼らが、王翦軍が合流地点に到着するまでの所要時間を事前に把握していなければ、最悪の場合、彼らが王翦軍を待っている間に敵の襲撃を受け、またも壊滅することだってあり得ます。つまり王翦は、後任の秦北東軍大将に、ゴウザコウ将軍と同じ鉄を踏ませないためにも、王翦軍が合流可能地点にいつたどり着けるのかを明確にしておく必要があったため、偵察部隊を派遣したと考えられそうですね。総王軍の派遣によって、王翦は趙北部の情報をかなり手に入れられそうですが、情報を得た彼が、どんな策で趙北部の攻略を目指すのか、今後の展開に注目したいですね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。